今日のなるほどハテナはこちら、飛行機の座席で一番揺れにくいのはどこです。皆さん、この座席によって揺れの度合いが違うっていうのは知っていましたか？知らなかったです。実はですね、揺れる大きさっていうのは違うんですよね。ではですね、この中で最も揺れにくい座席というのはどれでしょうか？1、前方、2、中央、3、後方。さあ、皆さん手元に札がありますので、はい、一斉に上げてください、はい、どうぞ。はい、はい、分かりましたね。伊沢さんは中央。中央ですよ。なぜですか。重心が中央にあるじゃないですか。だから一番こう安定するのは中央だろうと。これ自信あります。でもやっぱ翼が気流の影響を受けて、僕は揺れると思ってるので、中央と後方には翼がありますよね、前方にはない、だから前方は揺れない。なるほど。そして私一個揺るぎない事実が、値段が高い席、ファーストクラスとかビジネスクラスって前にあるじゃないですか、だから絶対一番に秘密があるんです、なるほど。では皆さんね、どれもね、ああなるほどって思うような意見なんですが、どれが正解でしょうか？こちら、2番の中央です。伊沢さん、お見事。やった。初めてなんかちょっと当たった感じがした。しかもですね、理由がね、素晴らしいです。はい、こちら今回お話を伺ったのは、元日本航空機長の小林博之さん。飛行機の重心がですね、主翼部分にあるからということなんですよね。主翼、翼のことですが、翼中央にありますよね。飛行機というのはですね、こちら、はい、この主翼付近にですね、中央に重心、支点があるので、ここでバランスを取っているということなんです。もうね、伊沢さん、このことを言っていたわけですよね。伊沢さん、物理得意だったんですか？ちょっとそこまで考えてなかった。ちょっとね、分かりやすく説明しますと、公園にあるシーソーをイメージしてほしいんですが、シーソーってこの前や後ろが上下に揺れても、この中心の部分、支点の部分っていうのは上下には動かないですよね。つまり力学の観点から見ても、この中央っていうのは揺れを感じにくいということなんです。ですから中央の座席が揺れにくいということなんですよね。ではですね、この中央を除いた前方と後方で最も揺れやすい座席はどちらでしょうか？札を上げてください。どうぞ。はい、お、133。なんか今日一緒ですね。これは自信ある方いますか？いや、だからもう前にビジネスクラスとファーストクラスがあるんで、もう消去法で3です。でも先ほど2人のこう説明を聞いていて、風を一番前から受けるんで、前方の方が揺れやすいんじゃないかなって僕は思ったんですよね。じゃあちょっと正解いきましょうか。正解はこちらです。後方なんですよ。これはね、どうしてかと言いますと、こちら、小林さんによりますと、重心から遠ければ遠いほど揺れを感じやすくなるということで、この一番前の席よりも後ろの席の方がこの重心からより離れているということなんですよね。ということで、今度飛行機の座席を選ぶときどうしたらいいか、こちら、酔いやすいという方は揺れにくい中央の席がおすすめです。で、前方というのは、出入り口から近いですよね。そしてエンジンより前にありますので比較的静かということで、急いでいる方とか、ゆっくり眠りたいという方は前方がおすすめです。そして後方もメリットあります。比較的空いていることがありますので、まとまった席予約取りやすいです。さらに広い場所あって、ゆっくり準備もできるので、家族旅行ですとか大人数での旅行は後方がおすすめということです。前方後方にもメリットがあるってことですね。以上、今日のなるほどハテナでした。